こんばんばは2013年2月1年月日日金曜日鈴木卓 TV ですえす、ー、今日は帰りにですね、えー、ラーメンを食べてきました、えーまあ、町屋の近所にある頑固ラーメンというところで、えー、今日は担々麺を食べたんですが、えー、そこはまあ結構私のお気に入りのラーメン屋さんでつ、えー、け麺もそれから塩ラーメン醤油ラーメンも全て美味しいですしてえー、まあ えー、餃子がですね今のところはサービスでついてきますのであの結構ボリュームもたっぷりあってですね、えー、ついでにお酒もいっぱい、えー、飲んでしまいましたもし機会があったら町屋の頑固ラーメン行ってみてくださいということで、えーまあ、今朝は水道橋の朝カフェの会というものに参加してきましたで、えー、実際そこの中でですね、えーまあ、やっぱり昼カフェとかそういった企画をやりましょうと いう話にもなりましたので、えー、近いうちに、その、昼カフェというのも、えー、まあ基本的には日曜日の,あの昼間にみんなでカフェに行こうと、あるいは食事に行こうというような、またゆるい企画をやりたい,みたいと思っています。で、えー、その後にですね、今日、夕方前ぐらいから、えー、まあ電子出版ですね、まあ、電子書籍、えー、それの、特に Kindle という、Amazon の Kindle で本を出すための、 ちょっっとしたた勉強会みみいなのをやってみました、まあ、まだあの本当にうちわの感じでですね今日は情報交換という形でやったんですけれども、えー、これはもともとが朝カフェの会の中でそういう話をしてそしたらまあ勉強会やりたいともうちょっと詳しく知りたいという話が出てきて実現したものですなので朝カフェの会自体はただ朝の時間というだけではなくてそこから関係が始まってもっといろんなことに発展していくと。 いう場になっていますなので、ぜ、え、ひ、ーまあ、ですねあの、参加していただいた,あしたら、えー、その先の関係というのも考えていただいて、ぜひ朝カフェ以外の時間でもお会いして、えーまあ、もちろん仕事も、それからプライベートもどんどん広げていただけたらいいなというふうに思っています。もちろん朝だけという方でも大歓迎ですので、えー、気軽に遊びに来てください。えー、こんな構図やってほしいとか。 えー、そんなご意見もどんどんお待ちしています。まあ、えー、朝カフェの会を開くための講座もやってほしいとかですね、えーまあ、そんなあご意見もありますけれども、えーまあ、今後もどんどんそういう朝カフェの会以外の展開というのも頑張っていきたいと思います。えー、来週は新しい会場も含めて、えー、毎日です、ね、あの朝カフェがありますので、えー、カレンダーの方も見ていただいて、ぜひ遊びに来てください。来週もよろしくお願いします。